皆さんこんにちは。演歌歌手小澤明子です。今日はですね、キッチンに立っておりますが、こんな前掛けなんかしちゃって古い、エプロンですかね。ちょっとですね、料理をしてみたいなと思います。実は明かしちゃおっか。マネージャーさんがですね、地元の神奈川の秦野の方でお野菜をもうどんごろにいっぱい買ってきてくださって、湘南野菜ですよね。以前もいただいたことあるんですけど、ブログに載せたこともありますが、ね、キャベツでしょ、それからもう大根新鮮ですね、かぶでしょ、おネギ、小松菜に、菜の花、それからエシャロット、人参もあります。そして見て、すごくこれも鮮度がいいリーフレタスなんかもあったりして、卵もあるよ。それからね、玉ねぎ、新玉ねぎですよね、時期ですもんね。そしてきゅうりもあるし大好きそう、きのこもあるんです。しめじもあります、ね、それから見てみて、山菜もあるんです。わらび、湯山忠夫さんが、出荷されたわらびです。山菜まである。いやー、どうしようかな。そう、10品は作ろうかなんていうふうに言われたんですけど、そうですね、最低10品というか、できるかなできるかね、これだけ豊富な食材がありますから。ということで、今日はですね、まず、一品ですね、一品、作ってみたいと思うんですが、料理といっても、ご飯に合うおかずというよりも、私の場合はお酒がアルコール大好きということで、お酒のあてにこうおつまみになるような、そんなですね、料理を作ってみたいと思います。今回もあっこチャンネル、最後までお付き合いください。さあ、では、超簡単なお酒のあてを、つまみを作りたいと思うんですが、やっとね、忘れてた照明をつけました。オープニングは暗かったでしょ？私の顔、ちょっと綺麗に映ってますか大丈夫かな。ちょっとね、キッチンで撮影するのは初めてなので、どぎまぎしておりますけれども、では湘南野菜を使って、最低10品ということで、今回は1品、もう超簡単ですよ、作ってみたいと思います。実はね、さっきまでちょっと作り始めてたんですけど、切れちゃって途中で、なので、ちょっとだけ作業が進んだんですけど、ちょっとここからいきたいと思います。鮮度の良かったリーフレタスを、ちょっと3つぐらいにね、3分割ぐらいにしまして、ちょっと食べやすい大きさにして、なんかちょっと巻こうかなと思ったんですけど、それは、エシャロットね、ちょっと切っちゃったんだけどエシャロットと、キリの、クリームチーズです。これをエシャロットを細かくみじん切りにして、このキリのクリームチーズと合わせたらどうかなと思った、合わせてみますね。で、合わせたのもう合わせてみたんです。で、ここにそうね、塩コショウはいらないかな。もうね、エシャロットがいろんなこうなんていうの、味付けになるっていうか、もうそれでまたクリームチーズも香りもあるので、なんかいいかなと思って、うんうん、いい感じ。私そんなにエシャロット得意ではないんですけれども、むしろどっちかっていうと苦手なんですが、チーズと合わせることによって、そのエシャロットの臭みっていうか、それが消えるかなと思って。で、ちょっとこのチーズの量にはちょっと大きすぎたのかな、この逆にちっちゃすぎたかなリーフレタスですね。ちょっとこの辺じゃない方がいいかな、難しいな。じゃあちょっとこのぐらいにしましょう。これはですね、ちょっとこんな感じで、一緒にいただくわけですね。ちょっとこんな感じにね、巻いて食べるというか。で、赤身が欲しくて、トマトがちょっと見当たらなかったね、今回この湘南野菜の中にはね。ということで、ちょっとね、これきゅうりをですね、て、てかさっきちょっと切ったんだけどきゅうりを切ってみて、なんかもうちょっと欲しいなと思って、味いろんな味がもうちょっとあってもいいかなと思って、なんだろう、サラダ感覚ね、きっとね、これね、前菜にいいみたいな感じかな、箸休め的にもなるかなどうかなということで、その赤身はね、これを使おうと思って、ちょっと今大概ねミニトマトもうちにあるんですけど、パプリカを、赤身かまでもいいかもしれないけどね、ちょっとかけてみますね。そこでまたですね、でもな、さっきねマヨネーズかけようかなと思ってちょっと用意してたんですけど、ちょっとなしでいった方がいいかも思った。クリームチーズがキリがいけないかなと思って、ちょっと、こんな感じで作ってみました。見えますか？名前なんだろう、そうですね、エシャロットとクリームチーズのリーフレタス巻きどうでしょう。なんかこれだったら、ビールはそうだし、シャンパンとか、白ワインにもちょっと合うんじゃないかなって、思いました。一品作ってみました。食べた方がいいか。じゃあちょっとこのままいただいてみます。どうかな。いただきます。ちょっと巻いた方がいいよね。ではちょっとお行儀悪く思いましたけど、このままいただきます。ちゃんとエシャロットいるけれども、ちょっとキリの方が勝ってて、私にはちょうどいい。そしたら名前あれかな湘南野菜がメインなのに、クリームチーズとエシャロットの、リーフレタス巻きかな。来るね、後から。でもエシャロットが後から辛みがきます。おいしい。初めて作ってみましたけど、美味しかったです。ごちそうさまでございます。ということで、今回からちょっとスタートしました。いきなりね、料理企画、湘南野菜で何品作れるか、今回はまず、一品を作ってみましたということで、次回もお楽しみに。まだちょっと口の中にレタスが残っとるけど、ということで今回もあっこチャンネルにお付き合いくださってありがとうございました。チャンネル登録、頑張ってるなって頑張ってるなよかったら、いいね、高評価ボタンも押してくださいませ。演歌歌手、お酒好き、食べること大好き、小沢あきこでした。バイバーイ。熱海。